慶應義塾大学の坪井アナです。今回は加藤特派員からこのようなメールが届きましたので紹介します。江ノ島に新鮮な海の幸の料理の専門店があります。目の前の海で採れたものにこだわっているのでぜひ行ってみてください。はい、このようなメールをいただきました。ありがとうございます。意外に負担軽いんだね。もうそのメール来たらすぐ行っちゃった。はい、私が言ってきたのは、鮮度が命、江ノ島名物〇〇〇って何について取材してきました。鮮度が命、江ノ島名物、はい、なんだろう、江ノ島名物って何？お楽しみということで、それでは VTR どうぞ。こんにちは、坪井です。今日は江ノ島に来ています。江ノ島の特産物といえばやっぱりシラスですよね。ということで今日はシラスの美味しいお店に行ってみたいと思います。ここで問題です。私に問題ですか？全部原稿読んでんじゃない。シラスを英語で何と言うでしょう。なんか私聞いたことあるんですよこれ。ホワイトビアント。ホワイトビアント。何ビアント？不正解でした。すいません。正解はホワイトベイトでした。あ、そうです、ホワイトベイト。どうやって書くの？早速海の宝石ホワイトベイトを探して一軒のお店に突撃。ここが美味しいシラスが食べられるというトビッチョですね。いっぱいシラスがありますよ。うわぁ、すごい種類あるね。地元で採れたシラスの美味しさを知ってもらいたいと2年前から様々なシラス料理を提供しているトビッチョ。評判を聞きつけたたくさんのお客さんが江ノ島名物を堪能。中でも生のシラスを使ったメニューが大人気なんだそうです。採れたばかりの生シラスのみを使います。でもしその日の朝取れなければ生しらすはお出しすることはできないんですよ。そうなんですか。じゃあ生しらすが食べれるのはラッキーな時だけっていうことですか？はい、そうです。じゃあ今日はその生しらすは取れたんですか？今日は あります。ありますか。あ、私ラッキーガールですね。じゃあ鮮度がもう抜群にいいんで、ぜひ召し上がってください。よかった。生のシラスは鮮度が命。提携している地元漁師さんから取れたてのものを毎朝買い付けてくるそうです。見てください、ホワイトというより透き通っていてまさに宝石、海の宝物。早速そんな貴重な生シラスを存分に味わうことができるお寿司を注文。いやー、美味しそう。なんで食べちゃうのこれ。初めて食べました、こんなの。喉にツルツル入っていきます。美味しいです。他にも生シラスと新鮮な海の幸をふんだんに使った贅沢な丼もあります。江ノ島名物生しらす、絶対食べなきゃ損です。今日は本当にしらす尽くしのラッキーデイでした。以上、坪井がお伝えしました。ご主人が今日採れたしらすと昨日採れたしらすを持ってきてくださったので、はい、食べ比べてみて。ちょっと見してみてよ。実際やっぱり色違うもんかよこれ。ちょっと見てみよう。ジンさん、ジンさんこれ中国ではあんまりシラスを食べる習慣ってのはないですよね。ないですね。私生を見るのが初めてです。あ、これが今日、これが1日経ってるもの。はい、色が違う。濁ってる。あ、1日でこんなに色が変わってしまうんですよ。はい、通常市場へとされるのは1日後なので、このトビッチョさんではこの取れたてのものが食べれるんですよ。そうか、はい、普通に僕らはこれでさえ十分いいと思ってたのに、はい、トビッチョはこれも食べれるの。ちょっとさ、ちょっと代表して大平じゃあさ、
目隠ししてこれ食べてもらえよ、どっちか当てられるかこれ、どっちが今日のか、ウメラ来て、あのじゃあしのちゃんに目隠しして口に入れてもらうからまず最初に食べるのね、最初どっちからいく、どっちからいこうかな、いいよしのちゃん任せるよ、うん、はい、本当に分かるかどうかだよ、じゃあスプーンでこのまままず口に入れて、はい、あ食べた、うん、おいしい、美味しいです。はい、続いて。はい、続いて。はい。はい。こっちが今日です。え、何？すごい。後から食べた方？こっちは当たり。後から食べた方？すごい。また当たってます？全く味が違うんですよ。なんか一日目よりやっぱり。こっちの方が生臭さが少ない、あ、そういうのもある、だからすぐ下に乗せた時に分かりました、すぐ、お、やったよかった、こんな食生活の乏しい大平じゃ分かるまあ小川さんもでも生のしらすっていうのは経験ありますか？そうですね、生しらすは僕も大好きですね、やっぱり、あの湘南のやっぱり名物なんで、あの湘南の海岸に行くとあの漁船が何隻も泊まってて、で、あのしらすが取れると海から上がってきてその場で食べさせてくれるところもあるんですよ、はあ、結構美味しいですね。これだって当然ながらね、量っていうことは気候にも左右されますもんね。そうですね、やっぱり湘南だとあの南とか南西風が強いとあの海が荒れちゃうんで船が出ないですからね、はあ、そういう時はやっぱり取れないでしょうね、きっとね。なるほど、貴重だったんだねこれ。はい、そうです、トビッチャさんではその新鮮のこだわり、新鮮さ、うん、鮮度のこだわりがすごくあって、うん、その日取れたものでも12時間以内しか出さないようになってるんです。すごいこだわりよ。いや、ますます食べてみたくなるね。食べたい、うん、じゃあちょっと情報を。はい、こちらがお店の情報です。定休日が火曜日になっています。そしてアクセスなんですが、江ノ島、片瀬江ノ島駅もしくは湘南江ノ島駅から江ノ島弁天橋を渡っていただいて、そのまま左に進んでいただくと、トビッチョという看板が見えます。これあれだね、あの今日取れてんですかみたいなことの連絡していいのかな。あ、はい、あのその日取れなかったら出ないので、できれば電話で確認していただくといいと思います。そういうことしていいんだね。はい、生しらすが取れているかどうかっていう確認を電話でした、はい、していただくといいと思います。それをして確実に食べに行くと。はい、でなんと今回私はウィンテレ特典をいただいてきました。なるじゃない。ウィンテレを見たよというとシラスアイスがもらえます。アイス？アイスの中にシラスが入ってるんです。はい、期限は30日までなので皆さん急いで行ってください。